じゃあ、皆さん、こんばんは。こんばんは。今日ね、出演決めたのが1週間も経ってないね。この間で出演して、全くお客さんいなくなって公開練習になるんじゃないかってね、心配してたんですが、なんか、いろいろな、たまたま見に来たお客さんも当然いると思うんですが、私たちは、ミモリーズと言いますんで、よろしくお願いします。お願いします。今日はね、視線順でずっとこう見てたんですがね、実に個性的な方多いですよね、うん、1番手の方現役バレーボール選手、ね、2番手の方着物ですよ、うん、3番手リコーダーで最後、うん、極めつけバスの選手ですからね一応私現役なんでバレーボール選手で一応現役やってます休みじゃないですか、ちゃんとバス運転してますんでただ残念なのは我々のバス会社ここ走ってないんですよ。ちょっと伊豆の山の中ということね、ちょっとオレンジ色のバス見たらちょっとね、こんなバスの電車がいるかもしれないということで、もうオレンジ色っていうのがね、ちょっとヒントみたいなもんですが、大体わかりますよね。シママじゃないですよ。シママのカラーのバスじゃないですよ。なんか二人が早く MC から始めろみたいな、そういう空気が。いや、ね。ごめんなさい、ちょっと寝不足ですいません、昨日ちょっと長岡の飲み屋で付き合って演奏させちゃって、でまたここで演奏しよう。いや、飲み屋っつうと中と遊んでたみたいじゃないですか。いや、真剣に飲み屋で演奏したんですよね。真剣に飲み屋で中遊んでたみたいな素敵なお姉さん囲んで、いや、そんなひとまずあれ営業だったじゃないですか、ね、だってやるときは真剣に、お話はいい加減にみたいな。時間も限られてますので、演奏の方、我々ね、一応地元伊豆をテーマにしたご当地ロックというのをやってます、はい。まあ、なんだそれっていうのはよく言われるんですが、まあ、いわゆる三島沼と伊豆を舞台にしたいろんな人生のストーリーみたいな曲を、人生そのものです、はい。で、オープニングはいつもやってる沼津といったら、オープニング、はい、いいですか、はい、沼津ガニュードブルスというなんだそれっていう、まあ聞いていただければ分かるです。魚臭い男の人生の歌です。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ行きます。
嫁が途端屋のうちに嫁いだ生まれた子供のために死ぬほど働き続けた歌詞は分かるような分かんないような。実はこれね、最近 CD 版でちょっとね、出しまして、まあ、こういうアレンジじゃないんですけど、もうちょっとダンシングソングっぽくちょっとね作って、明日から確か、12月の2日までの間にね、コースト FM って沼津に FM 局あるんですけど、そこにねなんか3回ぐらいオンエアをしてくれるそうなんで、ちょっと聞いたことある歌があるんだったら多分それです。しっかりアレンジしてるんで、バージョンもねちょっと違う感じのね。そうですね、ダンシング踊れるガニドってガニドで踊ってどうすんだみたいな、なんか泡踊りみたいなやつ、ね、踊ってダメ言っちゃダメです、そんなことダメ泡踊りしたわけじゃないんですよ、いやいやみたいな